また加害者が被害者のふりをしてるな。韓国の外交官が NZ でやらかした事件について、NZ 政府から正式な要求が出ていないにもかかわらず犯罪者かのように報道する NZ メディアはおかしいのではないかと言い始めたのだ。つまり悪いのは NZ 政府であって、韓国政府は何も悪くないらしい。もはや呆れてものが言えない。ニュージーランド、韓国政府の抗議に応えず、外交部は内心奮然。外交部がニュージーランド勤務当時、疑惑が持たれている外交官 A 氏に対する再調査に関連し、規定を確認する必要があると4日、明らかにした。A 氏が帰国して、釈明を聞いた後再調査、または追加懲戒の有無を含んで、拘束措置を取るという立場だ。これに先立ち、外交部は3日、A 氏に即時帰国を指示したとして、いろいろな物議を醸したことに対する人事措置と明らかにした。外交部は、該当外交官を自国に送還してほしいという、ニュージーランド政府の要請に対しては公式に、犯罪人引き渡しや刑事司法連携を要請すれば、協力すると明らかにした。A 氏の帰国日程について、外交部は、昨日発令が出てできる限り早く入国しなければならないと話した。A 氏が帰国直後、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎で2週間の自宅隔離が必要な点などを考えると、外交部内の再調査の手続きは今月中旬以降可能になるものと予想される。今回の事案を連日扱っているニュージーランドのメディアは4日、外交部の A 氏即時帰国指示に注目が集まった。該当事案を初めて報じた現地放送会社ニュースファブは4日、現地時間正義に一歩近づいたフェイシングジャスティスとして間もなくニュージーランドに犯罪人が引き渡される可能性があると報じた。また、今回の事件は、ムンジェイン大統領には、悩みの種を超えて、外交的な悪夢、ディプロマティックナイトメアとし、韓国でも大きな波紋を呼んで、国家的な恥さらし、ナショナル、ディスグレースという言葉も登場したと伝えた。こうした中で、外交部内では、このようなニュージーランド政府とメディアの最近の動きに、心地悪い気流も感知されている。まず政府レベルで取れる公式的な手続きはきちんと取っていない中でマスコミを利用していることに気を揉んでいる。前日、外交部高官は問題を正しく解決するためには両国間に公式の司法協力手続きにより処理するのが望ましいという立場とし、ニュージーランド側がそのような公式的な司法手続きに関する要請をまだしていないと話した。さらに、そのようなことをせずメディアを通じて、問題を提起しているのは、望ましくないと付け加えた。加害者のくせに、被害者を装い始める韓国。どういうことなんですか？記事を何回読んでも、意味がわからなかったので。どうもこうもないよ。いつもの刺客転倒事案だ。韓国の方が加害者であり、犯罪者だというのに、あたかも NZ 政府の手続きが正式でなく、卑怯だというような言い分で自らを被害者ポジションに置こうとしてるんだよ。犯罪自体はあったんですよね？それは認めてないんですか？犯罪かどうかは NZ 政府が決めることだが、政府からは何も言わず NZ メディアの報道が、先は知っていることを問題視するというような言い分だ。正直どうでもいい枝葉末節な部分だとしか思えないね。悪いことをしたなら認めましょう。どうして反発するんですか？犯罪行為を認めたくないんだよ。犯罪と認定するならそれなりの証拠を出せ。正式に要請しろ。と言いがかりをつけている。
要するに、時間稼ぎをしてどっちもどっち、ローンを喚起させようとしてるわけだ。ニュージーランド政府は、どこが悪いんですか？韓国の出方を見て、要請するかどうかを決めるんですよね。ある意味そうかもね。表向きは、友好国のはずだったからやんわり知らせることで、外交問題にせず穏便に済ませようと思ったら、想像以上に、話の通じない相手で面食っているような印象だ。アーダーン首相に変なことを言わないでほしいです。僕はアーダーン首相みたいな人になりたいです。あの人を敵に回そうというのは相当やばいよな。事案が事案だけに韓国側も慎重にならなければいけないはずだが、なぜか感情を爆発させて反発してるというね。余裕がなくなってきてるのかもしれない。愛国日報も、社内でも同様の事件が横行か。記事の続きだけど、中韓 NZ 大使を招致して抗議したそうだ。こんなやり方をする方がよほど外交問題になりそうな気もするが、韓国は意に介さないと。外交部が3日、フィリップ・ターナー中韓ニュージーランド大使を事実上招致して抗議したのも、このような気流を反映したものだ。外交部は、ターナー大使を外交部庁舎に呼んだことを、招致でない、面談という言葉を使って、ひとまず度合いを調整した。ターナー大使も、韓国政府の立場をよく分かったとしたとのことが、外交部の説明だ。ニュージーランド政府が3日以降これといった立場を出していないのも、このような外交部の憤然たる気流が伝えられたためという観測もある。ガザン、アサン政策研究員のイ・ジェヒョン上級研究員は、ニュージーランドは比較的に自由主義の傾向が強い国で、このような問題にさらに敏感に反応するのかもしれないとし、今後の事件をどのように処理するかに、今まで友好的だった両国の関係がかかっていると話した。ニュージーランドとの関係はもうダメだと思いますけど。非常識すぎます。この話題で全面的にムンジェイン政権を擁護してしまう愛国日報の社風もお察しだね。社内では似たような事件が多発してるんじゃないか？愛国デスクがありとあらゆることを記者に強要してそうだ。どんな事件ですか？日本を貶める記事を1日5本書けなかったら、罰として、俺の昼飯を買ってこい。と、女性記者にだけ強要するとかね。愛国デスクは記者に都合いい記事ばかり書かせるのが、仕事だから、記事以外のこともあれこれと任せたくなってしまうんだろう。ランチはデリバリーで注文すればいいと思います。だったらそのデリバリーを受け取ってこい。みたいなね。今はコロナ対策でオフィス内部に入るのも気を使うだろう。だからセキュリティゲートの外側までわざわざ行く。戻ってきたら飲み物がない。気が利かないのか。と、さらに難癖をつける。それって韓国の会社の習慣だったんですね。よくメディアで目にするので日本企業の話だと思ってました。韓国では立場の強い人間は立場の弱い人間にいくらでも命令していい、そうだからな。逆らってはいけないらしい。だから日常的にこういったことが横行している可能性がある。それを自由主義が強すぎるだのうんぬんかんぬんとほざいて正当化するのが愛国日報というわけだ。韓国には自由がないんですね。やっぱり韓国には社会主義が合ってると思います。キム委員長に養ってもらうべきです。韓国マスコミはいずれ廃刊に追い込まれ自由も消滅するだろう。そういうことになるね。
愛国日報もいずれ廃刊に追い込まれるだろう。大韓民国のことを記事にしてはいけないという法律が決まるからな。愛国心を発揮してはならないという条項も同じく入れられる。北朝鮮に文句を言ってはいけないも追加しましょう。それから、維持悪クラブは北朝鮮に行けないけど、北朝鮮の人たちは南部に自由に行けます。元南朝鮮籍だった人物は38度線を超えるのに許可が必要とかね。北朝鮮籍は自由に行き来できる。いずれそうなると思うよ。韓国はあまりにも四方八方に喧嘩を売りすぎているからな。ネットユーザーの反応です。自分たちが受けた被害は騒ぎ立てて起こした事件は誤りません。 LJ さん、国家として破綻しているので論理的な会話が成立しません。 IE さん、韓国も司法手続きをせずにメディアを通じていろいろと言っています。 GQ さん、ニュージーランドが気を使って公式に引き渡し要請を出さないでいてくれています。 SQ さん、国力をつければつけるほどわがままで嘘が多いと明らかになります。 6H さん、自分がやっていることはすべて許されて他人がやっていることはすべて気に入らないというのが韓国だからな。自己愛の肥大もここまで来ると言いようだね。完全に育て方を間違えたと言える。やっぱり親の責任は重大ですね。日本はもっと反省した方がいいです。韓国が何かやらかすたび日本の法律で制裁できればいいんだけどね。迷惑罪とかを制定したい気分だ。韓国が人様に迷惑をかけたら韓国経済の制裁が可能な法律だ。いいですね。早く決めてほしいです。きちんとしつけないとダメだと思います。僕もしつけられないとダメになります。韓国に比べれば、ワトソン君の方がよほど素直だよな。まあこればかりは増長させてしまった日本も責任を感じていることだから、早いところ適切な処分を下す必要があるね。たけたもの報復措置を発動させた上で世界に向けて謝ろうじゃないか。こんな国を育ててしまってすみませんとな。その結果韓国がなくなろうがどうでもいい話だ。早く制裁を発動してほしいです。韓国の皆さん、愛国心を発揮するのはやめましょう。現実に目を向けてください。日本は関係ない。統一おめでとう。韓国さようなら。